172cm 企画優勝は中川翔平選手に決定いたしました。おめでとうございます。はい、どうも、リアルバッキョウです。さて、今回ですね、まあ、タイトルもある通り、体を完全に壊してしまいました。かなり強く発熱し、そして強い頭痛と吐き気に見舞われ、ほぼほぼ寝たきりになりました。なんと、1週間以上ですね。全く水以外、口にすることができず、これでまた大きく疲労疲弊してしまいました。現在ですね、リハビリのウォーキング中です。かなり足の筋肉が落ちてですね、結構歩くのがね、今結構難しい状態なんですよ。特にまっすぐね、歩けないです。さて、ウォーキングから帰ってきて昼食です。今回の昼食ですけど、まだね、あまり食欲が戻ってきてないので、鶏胸肉なんかがちょっと食べれなくて、なので、味が結構濃くついたものを食べるようにしています。あとこれも冷凍食品のハンバーグ。そして白米は 200g ぐらい。最近結構食べれるようにね。胃がちょっと戻ってきました。はい。そしてですね、僕がまず取り組んだのは基礎となる体作りです。本当に体力と筋力が落ち込んでいてしまって、10分くらい筋トレをすると頭痛と吐き気に見舞われるというような状態でした。さらにですね、ダンベルベンチプレス、これを以前は40キロを、まあ、15回から20回ほど押せてたんですが、現在はですね、なんと30キロ、これを押すのが精一杯となっていました。まあ、なのでしっかりと使用重量を伸ばしつつ、なおかつ筋肉量をしっかりと取り戻していく。この作業が非常に大変で、かなり苦しい地道な作業でした。はい、次に14キロ落ちてしまった体重を戻さなければなりませんでした。これが大きな問題となりました。というのも、本当に食欲がですね、戻ってこないんです。最初は本当に米 100g を食べるのもやっとでした。なので食事量を少しずつビルドアップさせて食べれるようにしていきました。さらにですね、まあ、食べるものも胃に負担のかからない消化に優しい、まあ、鶏肉や魚野菜などを中心に胃に本当に負担をかけないように優しい食事を心がけていきました。はい、ハウステンボスにやってきました。さあ、ルーク、今から何する？ハウステンボスで。うん、お船に乗るか、まず。怖いな。だいぶ暗くなってきましたね。ライトアップされてきましたよ。さあ、ルーク、行こうか。さあ、こっからどこに行こうかな。あとはご飯食べようか。はい、ね、夕食はパエリアです。美味しそうですね。はい、今測った通り体重は 85.5 キロでした。つまりね、5ヶ月前はちょうどご飯食べた後に69キロだったので、なんとですね、
体重が 16.5 キロも増えたことになります。いやー頑張ったな本当に。やっぱりね、この適切な食事と筋トレの成果を十二分にね、発揮して、そしてお見せすることができたんじゃないかと思います。はい、コンディションはこんな感じです。少しね、腹筋が見えてるので、そこまで悪いコンディションではないのかなと思います。後ろはこんな感じです。そしてですね、まあ明日から減量に入るので、しっかりとここから脂肪を落としてバキバキにね、仕上げていきたいと思います。よし、着いたね。バッガード、そうパンパンって言ってね、はい、キュッパンパン、はい、おー、うまい、10パンパン、はい、オッケー、うまい、で構えて、はい、2、はい、で、すぐにバッて、そうで、カッガードだもらった、食らった、死んだ。はい、まず朝食は白米が 150g、 くるみが 3g ほど、鶏胸肉の低温調理が 100g となっています。そしてブラックコーヒー。昼食はこんな感じです。まず白米が 175g、 そして長崎鶏胸肉のスモークハム、これを 150g、 そしてアボカド半玉、あとブロッコリーとアスパラ、さらにくるみが 3g、 あと味噌汁。夕食です。まずはこちら、ティラピアです。脂質が少なくて、癖もなくて非常に食べやすい魚です。タラでもいいと思います。そしてサラダです。これを食べていきます。いただきます。いや、さすがにね、夕食は炭水化物をカットしてるんですよね。いや、寂しいですね。まあ寂しいけど、結構このティラピアを一匹食べれば割と満足しますね。ちなみにこちらの味付けは、ピンクソルトですね。ピンクソルトはミネラル分なんかが非常に豊富なので、まあしっかりとトレーニングしてる人は取りたいですね。体の調子を整えてくれます。もうね、ダイエットも終盤で大会まで残り多分25日ぐらいとなってきたので、修行です。今回ですね、こちらのね、クライミストジムさんに修行にやってきました。そして今回もまた、フィジークの世界チャンピオンの森山健三選手に、教えていただきたいと思います。どうぞ。お願いします。お願いします。そう、自分の独特な、はい、まあ、コンテストに出始めてからの、なるほど、その減量やるぞトレーニング。なるほど。じゃあ今回は世界一絞れる減量やるぞトレーニング。まあ、これをではちょっと習っていきたいと思います。やばい。無理。もう今半分ぐらいですけど。あ、止めたい。出そう。ああ。よし。よいしょ。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、これ。あれ、おもてますけどって。お、考えた人ね。あるでしょ、マジで。さて、さて、さて。いや、来ました。もうね、大会まで残り1週間となりました。そしてですね、今日は一応ですね、大会前最後の肩のトレーニングですね。しかもヘビーな肩のトレーニングとなります。ただね、減量マッチでこれ上がるかどうかわかんないですね。集中しよう。大会まで残り1週間、はあ、こっからがラストの結構厳しい調整がね、待ってるんで、はい、さて今日よりですね、ついに大会前ラストの地獄の3日間、カーボディプリート、つまり炭水化物抜き生活がスタートしました。栄養が枯渇した朝一に
60分の有酸素運動、まあエアロバイクをこうやって、ね、1時間ほどゆるゆると漕ぐようにしています。リングさんでボクシングのトレーニングです。確かに、ね、かっこいい体も作りたいんですけど、それ以前にやっぱり、ね、一人の父親としてね、より強くかっこよくありたいんで。はい、昼食はこちら。まず牛肉が 200g あるかないかぐらいで、くるみ 10g、 アボカドを 40g ほど、あとは焼き野菜です。ししとうを中心に脂肪燃焼効率がいいものを選びました。はい、本日ラストの食事はこちら。まずは白身魚、こちらティラピアです。 170g くらい。そして焼き野菜、アスパラを中心としています。さらに生野菜とくるみを 10g。 なんかもう1日です。疲れ果てましたね。結構ね、うまくリプリートができてるんじゃないかと思います。結構ね、炭水化物は抑えてるけど、まあ野菜はね、炭水化物量が少ないものをなるべく本当に取るようにして、腸内環境をうまく本番当日まで正常に保つように心がけてます。はい、ということでラストトレーニングは終了しました。いや、ラストのトレーニングなんですけど、いや、かなりきつかったですね。本当にね、体がきつくて力が入らなかったんですけど、ということはエネルギーをちゃんと枯渇できていたということで、うん、いいトレーニングができたんじゃないかなと思います。本当にね、なんか全て使い果たした感じですね。さて、ついに大会前日となりました。そしてね、ついにね、まあ今朝10時なんですけど、炭水化物も解禁となりました。まあ白米と牛肉とアスパラ、そしてですね、あと新たに炭水化物としてレーズン。レーズンはね、結構ね、カリウムが多いので、水を排出してくれるという役割があるので、非常にむくみ予防にいいです。元気、ああ、元気そうだな。今日は何をするの、朝から。朝ごはん。そろそうだな。はい、ってことですね、2位でした。惜しくもですね、うん、確かに結構悔しさとかもあるんですけど、今回はそれよりも全て力を出し切ったという清々しさの方がね、大きいですね。ただなんと今回ですね、これで終わりじゃないですよ。明日明後日、中1日挟んで日曜日にもう一戦あるんで、カラリングが終わりました。これでね、どうかな、もう決戦の準備は完了となります。来ました、最初はですね、アスパルトミヤイ、そうですね、結構ね、なんかおしゃれで綺麗な会場で、ね、I'm gonna go get some more.
んな感じでした。まあ、これがですね、僕の今年1年という感じですね。本当に今年の1月はですね、まあ、病で死にかけたところから始まり、本当にですね、苦しくてダメかなと思ったんですけど、その苦しみを乗り越えて、なんとかね、自らを律して成長することができて、今後にもね、つながる大きな本当に経験をね、得たと考えています。まあ、もうね、こんなことにはならないように体調には気をつけて十分頑張っていこうと思いますので、皆さんもですね、体調に気をつけて、まあ無理をしないように、まあトレーニング、仕事、私生活を送っていただければと思います。ということで、本日はここまでですね。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、じゃあね。いやー、しょ。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。You're